こんにちは、みくん探検隊です。今日は東京都と神奈川県の境にある山、影信山を、小仏峠から登りました。山頂の景色綺麗なので最後まで見てください。どうぞ。今小仏峠の登山道の駐車場から登山道に入ったところです。今日は小仏峠と影信山行きます。小仏峠登山道のスタートしてすぐのところに川が流れてまして、なんかこう火なのかなみたいなのがあって、小屋があって、なんだろう、トイレかなと思って近づいてきましたら、なんと滝行のための小屋だということで、でそちらに滝行用の滝がありまして、びっくりしました。でどれどれどんな滝がと思ったら、だいぶちっちゃくって、えこれで滝行は無理でしょう、キョロキョロと確認しましたら、どうもその左の上の方に水が出るようになっているものがあって、どこかで切り替えてあそこから水が出て、ここで左側で滝行ができるようになっているものと思われます。いい天気なんですけど、杉林の影になっております。道幅が狭くなって、お歩道の始まりって感じ。ここまでは、ね、車も来れる幅だったんですけど、ここからは人だけって感じ。よいしょ。おお、ここは明るい。小仏峠に着きました。後ろ側から登ってきまして、ここが小仏峠で、なんか地図を見ると中央自動車道の渋滞の名所の小仏トンネルの上に当たる場所だそうですね。影信山はこっちなんですけど、あっちに行くと、小仏城山があるそうなので、城山まで 0.9 キロ、影信山まで 1.2 キロということで、まあ、せっかくだから城山も行ってみようかと思います。ちょっと広場になってて、そこに石碑が立ってまして、明治天皇がここで野立てをしましたっていうところがあります。でそこを過ぎたら登り道始まりました。出発。よいしょ。見晴らし台らしきところまで登ってきました。ちょっと杉が伸びてますけども、その木々の間から湖と富士山多分が見えて、相模湖だと思います。道が平らになってきて青空が見えてきました。なのでここが一応なんか城山ゴールですね。おお、開けてきた、開けてきた。
小仏城山着きました。お茶屋さんがあって、ただお茶屋さんはお休みです。でここに大きな天狗の木彫りの天狗がいて、結構な私のここよりも長い鼻が彫られていて、なかなか立派です。次は影信山に向かいます。来た道を戻って、そしてそのまま影信山へレッツゴー。言えてない。小仏峠、さっき気づかなかったんですけど、白山行って戻ってきたらこんな信楽焼きたぬきコーナーができておりまして、大小全部で青いちっちゃいのも入れると4匹おとぼけたぬきさんがおりまして、なんか楽しい空間になってます。小仏峠からまた影信山へ再スタートです。レッツゴー。骨コースになったかな。うん、骨コースになりましたね。よいしょ。あらかた落葉樹は葉を落としているので、結構林間が夏よりずっと明るいんだろうなという感じです。よいしょ。影信山頂上まで多分ラストスパートな感じになってきたんじゃないかなっていう景色が見えています。もうちょっとね。よいしょ。このコース、豆には看板立ってないんですけど、看板見つけたので、あと 200m、 あと 200m です。ね、急だからかコンクリート石で固めてある道になってます。よいしょ。影信山頂上着きました。お茶屋さんのなんだ、ベンチと椅子、ベンチと机、テーブルがだーっとありまして、こう平らななってて、でわーっとパノラマ景色が広がっています。立派な案内標識がありました。影信山標高 727.1 で、隣に三角点がありまして、そこが山頂ってことなのかな。椅子とテーブルがいっぱいです。お茶屋さんがね、今日お休みですけど、だから土日はね、きっとすごいいっぱい人が来るんでしょうね。広がる景色を楽しみながらおにぎりを食べようと思います。いただきます。いただきます。佃煮をちょっと混ぜたんですけど、こう山登ってきてお腹空いてるし、すごく美味しいです。
ートのところがですね、杉林のこう深い谷合いって感じのところからスタートだったので、ちょっと暗い感じで、まあ、天気がいいので空上を見ると青空なんだけど、ここは暗いなっていうところからスタートで、だんだんこう時々いい景色が見えるってなってきて、最後山頂は素晴らしいパノラマっていう感じだったので、こう気分がこうどんどんこう上がる感じで良かったです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。りくん探検隊では神奈川県内の散策路、公園、山などを歩いて楽しんでいます。チャンネル登録をお願いします。また見てくださいね。バイバイ。